午前中調子が悪いの対処法。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日はスペインのリオハからお伝えしています。質問いただきました。アキコさん、49歳女性。午前中体がだるくて動けません。やることがたくさんあるので困っています。体がだるくて動けない時の対処法を教えてください。午前中調子が悪いってことなんですけど、午前中が調子が悪いっていうことは交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいってないっていう可能性が一つありますよね。そこをきちんと切り替えるってことも重要なのが、やっぱ朝散歩ってことになってくるんですよね。寝てる間っていうのは副交感神経っていう休息の神経がやっぱ優位になってるんですけど、そこがそのままの状態で午前中ずっとぼーっとしちゃうっていうのは、交感神経が入ってない、だからシャキッとしてない、朝目覚めてない、起きてない、起きたというサインが脳に行ってないから、そういうぼやっとした状態で午前中を過ごすということになってしまう。ですからそこでスイッチを入れるっていうのが朝散歩です。朝散歩っていうのは、朝起きてから1時間以内に15分から30分程度散歩することによって、太陽の光を浴びることによってセロトニンっていうのがオンになって、朝ですよということを体自身が察知するわけですね。そうすることによって今日一日頑張っていこうということで、副交感神経から交感神経に切り替わり、セロトニンのスイッチがオンになり、体がシャキッと目覚めて、よし頑張ろうという雰囲気になるわけですよ。そういうスイッチがオンにならない場合は、例えば朝起きても家の中にいて一歩も外に出ないまま午前中過ごしたとしても、それはやっぱり体のスイッチがオンにならないので、寝たままの状態で午前中を過ごしてしまうってことですよね。そうならないようにするための一つの方法が朝散歩って形になりますので、朝起きてから1時間以内に散歩することによって、運動することによって、太陽の光を浴びることによって、体は朝目覚めましたよっていう明確に意識するわけです。なので皆さん、朝散歩ということをきっちりやることでスイッチを入れてシャキッとして1日をスタートできるんじゃないかなと思います。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。